おはようございます。暁です。今日はね、お休みやしね、スマホでね、いろんな検索してたんですよ。マコモについてちょっと調べ倒してたかな。そしたらね、検索中にね、なんか花吹雪が画面からバー出てきて、ね、おめでとうございます、 iPhone 11が当たりましたってこう出るんです。検索中にですよ。だからメールでよく来るね、フィッシング詐欺には気をつけてんねんけど、検索中に出たからね、ちょっと信じてしまって。でもあれ詐欺ですからね。で、Google ビジターのあなたに、Google Chrome か、Chrome の検索中に、簡単なアンケートに答えていただくと、iPhone 11が当たります、書いた。で、アンケート、Google 検索は毎日とか、他のブラウザは何使ってるかと、簡単なね、アンケートをプチプチ押してね。そしたら iPhone 11が100円で購入できますって、なんか購入カードが出てくるの、iPhone がね、100円。ほんで、メイドアドレス入力するのにね。まあ、入力しちゃったら Gmail やからね。ほんなら、今度カード番号をね、入れるとこが出てくるわけ。あ、これで危ないと思ってね。で、いろいろちょっとその消す前にいろいろ見てみたら、下の方にね、トルコリラで、なんぼりは毎月かかりますとか書いてあるの。で、アフリエイトとか書いてある。なんか、わけがわからんの。なんか、その、カード情報を入力すると、トルコリラで毎月引き落としされるわけよね。単位わかれへん。トルコリラって円でいくら？いう感じやね。だから、まあ、詐欺やね。だから100。それでね、何にも入れてないんだけど、消すとね、エラーで出んの。ほんで、いろんなサイト調べてみたら、正しい情報を入れてもね、エラーで出ない。だから、その iPhone100 円で買えない状況で、その、カード情報だけが抜き取られるわけ。ほんで、なんや、トルコリラで引き落としされるわけ。で、それの解約方法も、もう、すごい早いこと消えてしまうんだよね。解約できる人少ないよね。それともう一つの詐欺。これね、以前まで使ってたね、編集アプリ使ってこういう動画撮影してたんやけどね。なんか頻繁にね、なんか会費を取られるからね、もう解約したんや。で、解約もね、すごいややこしいの。その、編集アプリのサイト見てもね、解約方法書いてないの。ほんで、やっと探したのが、Google の、定期購読管理のところをやっと見つけてね。そこで開いて、解約をしたい。そしたらね、すぐにね、またまた、中国やろね。そこの、解約したアプリは、香港の会社やってるね。で、前も、Amazon で中国系の商品を、キャンセルし、返品したのよ。その時にも変なメール来たのね。怪しいメール。フィッシング詐欺的なね。で、今回は、なんと、宅配業者を装ってメールが来たら、SMS、電話番号のね、メールで来たのよ。で、お届けに上がりましたが、ご不在でしたので持ち帰ります、ってね、なんかリンク貼ったの。ほいで、ポチッと押そうと思ったら、私の携帯に入れてる、セキュリティアプリがね、危険って出たからね、やめたわけ。ほんで、どうもおかしいと思った。ずっと家にいてんのにね、インターホンピンポンならへんしね。おかしいと。ほんで、よくよくその番号を調べてみたら、プラス81って書いてある。だから日本じゃないわけよ。外国から日本の番号、プラス81を押して、まあ、携帯番号を押してるわけね。だから私の携帯番号が抜かれてるわけよ。ね。で、その、近々で覚えがあるのは、そのアプリを中国系のアプリを解約したこと、まあ、香港の会社だったけどね。でも、そこの会社も、アマゾンの中国系の会社も、それが元なのか分かんないけど、その、例えば解約した時にね、その時に抜かれる可能性はあるわけよ。その、まあ、ネット上で解約とかするじゃないですか。解約情報に、電話番号を入れたりするじゃないですか。ね。本人確認のためにね。それで抜かれたかもわかんないよね。
まあ、何しかプラス81で、電話番号の頭についてたらね、海外から日本にかけてきとることやからね。だから海外からなぜ今配達できたんやいう話やからね。まあ、詐欺確定ですよね。まあ、そういう感じで、まあ、クレジット情報とかをね、盗むわけですよね。こういうの、大昔にはね、ようあったんですよ。特にヤフーメールとか利用してるとね、まあ、そんなばっかりですよ。何々当たりましたメールがね、もう、むちゃくちゃ来るんですよね。だから、鬱陶しいからもヤフーメール使わないようになったんですけどね。今は知らんけど。昔はいっぱい来ました、こういう。まあ、私の場合、だからその、ブラックマネー詐欺も来たし、メールで来たしね。それと、ロマンス詐欺ね。まあ、Facebook で来たしね。いろんな詐欺に来てます。ワン切りもありましたよ。で、ワン切りで、それと、変なサイトにね、偶然行ってしまったら、エロサイトで、エロ見てないんやけど、偶然行ってしまったら、なんかのポチ押して、そこに誘い込まれて、ほんならその、勝手に登録みたいになって、ほいで電話かかってきてね、その登録を解除するには、お金がいります的なやつとか、個人情報抹消にはいくらいくらかかるから振り込むとかね。そういう、番切り詐欺もあったりね。それにはね、はい、わかりました。お金持ってきますので、ご住所教えてくださいって、それで押し通したわけよ。ね。いや、運んでくる。いや、なんでですか、そちらのご住所教えてくださいって、しつこくやった。ほいで、そしたら、向こうからガサ切りされてね、ガサ切りされたところに、なんかさっき住所教えてくださいって言ったら、切られたんですけど、しつこくね、から。そんなことして、遊んどった時期もあった。ワン切りと遊ぶ。ね、それも動画にしといたら面白かったんだね。まあ、そんな感じで。でも共通して、だから中国系に渡るサイトから抜かれるのかな。だから、全部共通して言えることは、中国系の会社の商品を解約したり、キャンセルしたり、何かした時に、電話番号情報をね、抜かれるみたいです。それでやってくるのが、検索してたら、Google の検索してただけで、おめでとうございます。画面が出てきたりね。それと多いのが、銀行と同じようなのを真似して、サイトが出てきて、その銀行の情報を入力せよとかね。そういういろんなサイトが出てくるんで、まあ、クレジット情報とか、銀行口座の暗証番号とか、入力せよっていうのはみんな詐欺やと思っておいて、間違いないと思います。以上、本気の詐欺情報でした。よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。では。